いやー、前回からタミドリでやっていきたいと思います。刹那圭介です。これかな、まだ行ってないんで、これかな。今開いたんで、あ、ここやな。なんか寝てるよ、なんか獣臭いな。ここは7月のお札の世界かな。何か動物がいない？なんかイノシシっぽいのがいるよ。イノシシ、あ、本当やな、イノシシやな。そのイノシシが花札の化身かもしれないね。寝てるけどね。イノシシが寝とるよ。よく眠っているようだけど気をつけた方がいいよ。見た目よりずっと凶暴な動物だからね。この子の花札の化身なんかな。今ならすぐに捕まえられるよ。あ、目を覚ました。まずいな、ここからすぐに離れよう。寝起きでイライラしてる。ごめんなさい、ごめんなさい。大丈夫、うちが何とかするから。ゆきじ君は安全な場所に避難して。え、どうすればいいんだ。帰れるまで頑張ろうって逃げ回るか。あーあーあーわあ、早い早い早い。あーあー、ゆきじくん、なんでお前そんなとこにおってもいけるんや。お前すごいな、すごいな。ゆきじくん、助けてください。あー、危ない。あー、よっしゃ、アンチアンチアンチアン、あー、普通に回り込まれる、普通に回り込まれる。よっしゃ、アンチアンチアンチ、よし、いやー、おーおーおー、いけるぞいけるぞ、この作戦いけるぞ、この作戦いけるぞ、この作戦、この作戦、おっしゃー、いいよいいよいいよ、そう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 、そのまま追って、そのまま追って、そのまま追って、あー、ゆきじくんいける、今のゆきじくんちょっとぶつかったんじゃん、今いけるんや、ゆきじくんすごいな。よっしゃー、もうちょいもうちょい、よっしゃー、ノーダメージ、疲れて休んでいる。よしよし、起きてうちがいたからびっくりしたんだよね。イノシシさんもうちと一緒に行こう。ブヒーブヒーブヒー。イノシシってそんな鳴き声なんかな、わからない。とりあえず取るものを確保して、ここに短冊があるわ、逃してないよ。なあなあ、何も書いてない赤い短冊拾ったんやけど、これってなんなん。昔の人はそれを持ち歩いて俳句とかを書いていたんだよ。俳句？うちはわからんな。お父ちゃんなら知ってるかも。僕も俳句はわからないよ。それに字書けないしね。俳句がダメなら願い事でもいいんじゃないかな。うちの願い事？一つしかないな。ゆきじくんとこっから帰ること、短冊にお願いしておこう。織姫様、彦星様、このリア充二人を爆破してください。これが私のお願いです。あ、凛ちゃんはかわいそうやけやめとく。ゆきじくんだけ爆破して。よし、二人でこの世界から抜け出そう。ゆきじくんがめっちゃリア充になってる。ちょっと羨ましいし妬ましいな。さて問題は、短冊はどれぐらい集めればいいかっていうことです。そして役ですよ、また違う役を作らなかったら。おお、来た来た。ボタンなんて読む、これ秋みたいな感じの、くれない、木の葉、木の葉って読むか、じゃあくれないの葉やけん、あれもみじか。とりあえずこっちには関係ないことが分かってるはずす。これは違うな、違う違う、あーっとこれやな、使う。これなんやっけ、聞くは関係なかったよな。あー関係ない、あー使う。あー終わってないや。あーそうじゃ、そんなんあったわ。じゃあまだ足らんのかな、もうちょい。この向くけど、ほんとこれ何だったっけって感じだよ。何だったかな、見返しとかないかんな、過去のやつ。役は関係なかった。あれまだ作れんのか、これは。この役はまだ作れん、ないよな。菊じゃなかったはずやし。これやっけ、ちゃうよね。ああ、今の状態ではまだボタンは発動できんって感じかな。なら別のところ行くしかない。というわけで、こっちの人からもヒントを伺おうか。あ、どうだ。
歯を詰めて進めた時にやばいやつはあるかな。最初のやつは8月5日までやつ。五光の光だ、千円の光だ。なんだそれ、五光の光ってなんだ。カスを11枚見つけたみたいだねって。見つけたよ、見つけたよ、なんない。ああ、足場つけるな、もしかしてもう。ねえ、足場つけるのかな。こっちの黒い影の人にもこの世界のことを分かってきたんよ。ここから帰れるかもしれんよ。影さんも大外に出られるね。僕ね、明るい場所は苦手なんだ。そうなん、地面を明るくしちゃってごめんな。あ、明るい女の子は好きだよ。明るい子、外の世界にいっぱいおるよ。お外の世界楽しみだね。あれ、ヒントは、ヒントくれんようになったんやけど。あ、そうか、これあったな。あー、まだできんのかな、これ。足場足らんのかな。いくつ足場があったらいいんかもわからんけど。短冊に、青炭さん、赤炭に、短冊まだどっかにあるんかな。あ、これやってなかった。これやってなかったな、これ。松桜、何々とか、何々のところ全然覚えてなかったけどな。何て読むか分かりませんな。あー、これやな。これもそうやな。梅はなかったよ。桜、あたけ。あれ、あたけ、ちょっと。もうそういうはいいけん。そういうはいいけんさ。ちょっと知りたいやつだけ教えて。知りたいやつだけ。知りたいやつだけ。知りたいやつだけ。パスワードとかもういいけん。うん。あ、松、桜、あ、そうですか。ああ、焦ってる。松や玄子を入れたんだろ。うん、ここも。桜。ああ、ここやつない。お関係ない。ここなの。ああ、ここも終わってないところ。終わってないところ。何やっけ、これ。ああ、関係ないわ。ああ、これ。で、キックあったっけ。キックどうだった。これは触れない、関係ないで。よっしゃー、これだわ。影さん、影さんも外に出たかったんやね。え、どういうこと。あれ、道できとんやけど。え、どういうこと。行ってみよう。やったんか、これ。え、オールクリア、これ関係ない、やったんかな。ああ、何それ。先に進むと戻れませんって。何やったんかな、これ。え、終わり、やったか。この世界もクリアか。あれ、ゆきじくん、ゆきじくんどうしたん、大丈夫。ごめん、僕は高いところ、高い場所が苦手なんだ。それでか、目が見えなくてもわかるんだ。この足元がふわふわした感覚、足が震えちゃって。ゆっくりでええよ。リンちゃんを助けるはずが、助けられてばっかりだな。苦手なものは仕方ないんよ。ゆっくり行こうか。なんか階段が薄くなってきてるよ。え？階段が消えてしまうかもしれない。ねえ、リンちゃん、僕に構わず進んでよ。置いていけないよ。もう少しなんだから弱気にならへんで。リンちゃんは短冊に二人でここから出るってお願いをしたよね。僕のお願い事を聞いてくれないかな。こんな時に何を言ってん。僕のことを忘れてほしい。え、あんまり変なこと言うとうち怒るよ。僕がいたらリンちゃんは帰れない。リンちゃんは優しいからな。こうでもしないと。ちょっと何するん。今までありがとう、そしてさようなら。そんな、ゆきじくん。下の方から声がする。彼は無事ですよ。人間ではないので死ぬことはありません。あなたは、これあなたって読むかも、もしかして。あなたはそのまま進んでください。ゆきじくんはどうなるん。もう一度階段を作り上がれば大丈夫です。
今階段が消えてあなたが落ちてしまったら死んでしまいます。心配は無用です。前へ進んでください。彼もそれを望んでいます。ゆきじ君、うちに待ってるからな。絶対帰ってきてな。ゆきじ君、なんか爆破してくださいって頼んだけど、こう消えたらなんか切ないな。この中にリンが入ったんか。信じられんな。そうなんよ、吸い込まれるように消えてしもうたんよ。もう1時間ぐらい経つな。ったく、何がどうなっているんだ。うわっ、あ、お父ちゃん、お母ちゃん。ったく、いきなり出てくんな。心臓止まっちまうわ。リンちゃん、無事でよかったわ。心配したんよ。今までどこにいたんだ。本当に花札の中だったのか。花札の世界にいたんよ。そしてな、ゆきじくんが助けてくれてね。あ、ゆきじくんはな、ゆきちゃんのことで階段が消えちゃうからって旅降りちゃったんよ。相変わらず尻滅裂で、リンの言うことはわからんな。全部本当なんよ。ああ、わかったよ。目の前で花札から出てきたところを見せられちゃ信じるしかねえ。わしがその花札を処分してやるから、もう安心しろ。ダメ、まだゆきじくんが中におるんよ。うちがこの花札もらう。絶対に捨てさせへんよ。人を消してしまう道具なんだぞ。大事にしてあげれば大丈夫だよ。仏念世界はな、人を恨んだ道具が作るんよ。恨まれなければ平気なんよ。リン、おめえ変わったな。数時間しか経ってないのに別人のようだ。それじゃあこの花札はくれてやる。お父ちゃん、ありがとう。今日はもう寝ておけ。明日は花札を教えてやる。お父ちゃんったら、リンちゃんが花札に興味持ってくれて嬉しいんやね。ほんまに無事でよかったわ。ちゃんと寝るんよ。はーい。でも興味持ってくれて嬉しいって顔してなかったですけど。あ、ゆきじくんだ。小野道夫さんと一緒におる。早く帰ってきてね。うちずっと待ってるから。彼女は無事この世界から出られたようです。無理な頼みを言ってごめんなさい。いえいえ、でもいいんですか。彼女は悲しみますよ。そうですね、僕はもう帰ることはできない。でもこうするしか道はなかった。光の階段は法王に認められた彼女だからこそ作れた唯一の帰り道。もうこの世界からは出ることはできませんからね。僕が取り終わりなければ階段が消えてしまい、リンちゃんも帰れなくなってしまった。あの高さから落ちたら生身の人間は助からない。リンちゃんを失うって読むかな、失うぐらいなら僕が犠牲になる方を選びますよ。リンちゃんを助けるためにこの世界に来たわけだし、覚悟はしていました。そうですか、この世界もなかなかいいですよ。常に雨が降っているのを除けば少しやすい世界ですから。ユキジはもう戻ることはない。リンがそのことに気づくのはまだずっと先の話。ユキジ君、君のことを。君のことを爆破してほしいって頼んだの嘘だったんだ。ごめんなさい。そんないいキャラだったなんて。だってさ、リンちゃんの後ろに立つやつ、これまで全員リンちゃんの敵だったからね。もしかしてユキジ君もそうなんじゃないかなって、最後の最後でそうなるんじゃないかなって思ってしまって、そんなあんなこと言っちゃってごめんなさい。ユキジ君助からんのか。はい、というわけで今回仏念世界最終回となります。完結おめでとうございますと言いたいところなんやけどさ、仏念世界の作者さんってさ、前も言うた通り赤髪の怨霊と資源の蝶の作者でもあるんやけどね、その2本ってね、
こうエンディングかなって思っとったら第2部が続きがあったって感じですからね。もしかしたらまだなんかあるんかなって思っとるとこなんですよ。だから本当にこれが最終回になるかは実際わからん。うわ飛んだこれ撮ってみようってのは面白いな。最後予想外にもう切ない話で終わってしまった。ゆきりくん、続編あるよね。てかゆきじくんの助ける方法はなかったんだろうか。てかよう考えたらまだ何もやってないところあるような気がするんやけど。あれ、そういや短冊でなんか足場作る的なのはどうなったん。あ、ゆきじくん、そういやそれどうなったん。あとつかんかったとこ一つあるし。え、ノーマルエンド。え、なんとかの月、何月の札って。え、これ、え、仏前世界ってあれなん、マルチエンディングだったん。あ、マルチエンディングだったね。へえ、なるほどな。いや、これの前作と前々作がさ、二部構成だったけん、もしかしたら仏前世界でも似たような展開になるんかなと思ってんやけど、違ったね。切ない話だったよ、仏前世界。最近のフリーゲームってなんか切ない系で終わるのが多いような気がする。それはそれでまたいいんやけどね。今回も良かった。仏前世界の作者さんすごいセンスやなって思うよな。はい、というわけで今回仏前世界最終回なんかな、わからん。1週目は最終回、もしかしたら2週目するかもしれんけど、どうかなそれは。難しいかもしれんなこれ。まあその辺はちょっとおいおい考えていきます。とりあえず1週目完結おめでとうございます。どうかな。なかなか楽しかった仏前世界。作者さんリリティさんって言うんですけどね、あの方のまた新しいフリーゲームやってみたいな。赤髪の音量資源の地を仏前世界ときて、次は何が出てくるのか。いや、作るかは知らん、作るんか分からんけどね。その作者さんが新しいやつを作るかは分からんけど、このまま新しいやつ作ってほしいなっていう俺の願望はあるね。そんな感じです。はい、というわけでとりあえず仏前世界最終回、ご視聴いただきありがとうございました。週明け